リース・ジャクソン・マグワイアは、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のトロントブルージェイズ所属。ケントウッド高等学校時代は2012年に行われた、WBSCU-18 ワールドカップのアメリカ代表に選ばれた。2013年の MLB ドラフト一巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り、契約後、 参加のルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツでプロデビュー。A-9、ジェームズタウンジャマーズでもプレーし、2球団合計で50試合に出場して打率。323、21打点、6盗塁を記録した。2014年は A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、98試合に出場して打率。262、3本塁打、45打点。 7盗塁を記録した。2015年は A 級ブレーデントンマローダーズでプレイし、98試合に出場して打率。254、34打点、14盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は A 級アルトゥーナカーブでプレイした。2016年8月1日に、 ドリュー・ハッチソンとのトレードで、フランシスコ・リリアーノ、ハロルド・ラミレスと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツに、配属され、移籍前を含めた2球団合計で92試合に、出場して打率。254、1本塁打、42打点、6盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズ、 A 級ダニーデンブルージェイズ、A 級ニューハンプシャーでプレーし、3球団合計で45試合に出場して打率。295、6本塁打、28打点、2盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年、マイナーでは、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスでプレーし、96試合に、 出場して打率2337本類打、37打点3盗塁を記録した9月6日にメジャー初昇格を果たした同日のクリーブランド・インディアンス戦にて8番保守で先発出場してメジャーデビューこの年メジャーでは14試合に出場して打率292本類打、4打点1盗塁を記録した 2020年2月に逮捕されていたが、これは7日にショッピングセンターの駐車場に車を止め、その中で自身の下半身を露出し、買い物客から目撃情報が複数あったからだという。その後公然は挨罪で約5万3千円の罰金を科された。2021年4月1日に DF となり、4日にマイナー契約となった。5月5日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。